山岳信仰。実家にあった郷土史から見つけた話。私の実家の近くにある山は、今はすっかり廃れてしまいましたけど、江戸時代あたりにはマイナーな山岳信仰の中心地でした。平安時代、その山に牛に似た妖怪が住んでいて、夜な夜な怪しい光を発しながら、麓の村々の田畑を荒らしていたんです。困った里人たちは、お上に助けを乞い、その結果、京都から、源の頼政が使わされた。長期にわたる戦いの結果、頼政は、山に住む妖怪を倒すことができた。しかし、妖怪は、死してなお、妖気を放ち、その妖気は、山に留まっていた。そこで頼政は、山を取り囲むような、独房星を描き、その頂点にあたる場所に、6つの神社を建て、山の妖気を封印した、というものです。ただ本によって、伝承の細かい点は食い違っており、退治した侍が、頼政ではなかったり、退治されたのは、牛に似た妖怪ではなく、ヌエだったりしますけど、江戸時代あたりには、この6つの神社をめぐる、山岳信仰が盛んでした。また、麓の村では、この出来事から牛を忌み嫌い、明治維新の頃まで決して牛を飼いませんでした。さらに頼政を妖怪の元まで導いたのがうなぎであったため、麓の村では今でもうなぎを神の御使いとして食べることはありません。六芒星で妖気を封印する件が私のおた心の金銭に触れたんで、ここで紹介してみました。ちなみに、6つの神社のうちの一つが、時の流れに埋もれて消滅してしまい、現在は封印が破れてしまってる。そんな状態なんですよ。だからもしかしたら、また。飲み友達。田舎で働いている友人から聞いた話。彼は在宅介護の仕事をしていて、一人暮らしの老人のうちによく行くことがあります。その彼の巡回先に山際の家に住んでいるおじいさんがいます。無口な人なのか、あまり話したことはない人なんですけど、ある日彼が行くと人が変わってしまったようによく喋ったそうです。そんなことが何度か続いたんで、最近機嫌がいいんですね。何かいいことでもあったんですか?と聞いてみると、おじいさんは、いや、飲み友達ができてのう、と嬉しそうに言い。そうじゃ、あんたも今晩どうだ?と思いもよらぬお誘いを受けました。あ、いや、私は、と断ったそうですけど、普段世話になってるお礼がしたいからと言われ、夜再訪問することになりました。その日の夜、そのおじいさんの家を再度訪ねると、満面の笑みのおじいさんが出迎えてくれました。そして通された場所は山側の縁側。なんで縁側なんだと思いおじいさんに。なんで今じゃなくて縁側なんですかと聞くと。お客さんは山から来るんじゃよと言ったそうです。とりあえず縁側に行き、先におじいさんと飲みながらしばらくすると、山からざわざわと、人が茂みをかき分けながら降りてくる気配がしたんです。ぼんやりと人のような影が降りてくるのが見えました。おお、来たか。おじいさんが言うと、その影は手を振りながら近づいてきました。縁側の明かりに照らされて見えたその影、明らかに猿だったそうです。猿といっても小学生くらいの背丈はあり、普通の人間みたいに歩いていたそうですけど、毛が黒く手足が長かったそうです。人間のように
縁側に腰掛け、え?と、唖然としている友人を尻目に、おじいさんは、猿に酒の入った湯飲みを渡し、まあ一杯と進めていたそうです。おじいさんが猿に話しかけると、猿はまるで相槌を打つように、うんうんとうなずき、おじいさんが、この人がいつも世話になっとるヘルパーさんじゃ、と友人のことを紹介すると、猿は友人の方を見て、ペコリと人間のように会釈をしたそうです。よくわからない飲み会は結構遅くまで続いて、猿が縁側を立って、おじいさんに手を振って山に帰って行ったそうです。友人はその日、おじいさんの家に泊まって帰ったそうです。その話を聞いたとき、私は、そのおじいさんは今でも元気なの?と聞くと、友人は、ああ、今も元気だし、よく話すよ。今でもあの猿と飲んでるんじゃないかな、って言ってましたよ。キャンプ場。バイクでツーリングをするのが唯一の生きがい。去年の夏、念願の北海道に行けたんだけど、その時の体験談。一週間の行程も半ばを迎えたその日、道東で一泊野宿をすることになった。そのキャンプ場は少し山あいにあって、見晴らしのいい場所であるらしいが、私が行った時は霧も濃く、眺望は全く望めなかった。管理所に顔を出し、一泊することを告げると、なぜか係員がいぶかしげな顔をする。しかも、ねえ、自丸する気じゃないよね、なんて聞いてきたんだ。この人一体何を言ってるんだ、そう思って詳しく事情を聞いてみると、この前ここで自丸者が出たからさ、わざわざキャンプしに来る人がいるなんて思わなかったんだよね、と。はっきり言って、他のキャンプ場に行きたかったけど、天候も相まって空はもう暗い。仕方がなくここで野宿をすることに。いるのは自分一人だけ。スペースの端は霧で全く見えない。そんな状況の中、黙々とテントを組み立て、逃げるように転がり込んだ。しばらくはラジオを聞きながら食事をとったりしていたが、それも終わると暇になってしまい、連日の強行日程も相まって居眠りをしてしまった。日付が変わった頃、シュラフに入らずに寝たおかげで寒くて起きてしまった。寝直そうと思い、いそいそとシュラフに入って目をつむる。うとうとしてきたところで、テントの外の物音に気がついた。低く、うなってるような音が聞こえてくる。ぐえー、うえー。さっきの話もあって、一瞬で全身を鳥肌が覆う。これは、牛ガエルの鳴き声だ。そう思い込もうと、自分に言い聞かせ、夜を明かした。ちなみに、故郷自体田舎なんで、牛ガエルの鳴き声はよくわかる。確かに比較的、それに近いものではあったんだけど、よく考えてみれば、牛ガエルとは、水辺から離れるとほとんどいないし、北海道では一部生息はしていないはずなんだ。午後からのあなたの運勢を占う午後からじゃんけんタイム。それでは皆さん行きますよ。準備はよろしいでしょうか。じゃんけんポン。私はグを出しました。ですのでパを出したあなた、午後からラッキータイムでございます。ふう、ということでね、連休は終わったでも人によっては今日も連休中なんだよね。連休は終わったね。もうみんな目覚めるんだ。目覚めろ目覚めろその魂ね。目覚めろ、目覚めるんだ。何よと今日ね、でもね、そういう会話をね、ある人としててね、今日あの、ちょっと水道のね、キッチンの水道をね、ちょっとあの、少し変えたんで、工事の方が来てくださったんですね。で、やってくださって工事をね。で、その、工事の方に、
今日はお休みですかって言われたんで、まあ一応暦通りなんで、そうですね、暦通りですね、と。そういったその方はね、もうやっぱりこういう仕事始めて、実際の土日とかもね、祝日も お仕事だそうですよ。お休みないそうで、その方が言ってたのがね、ね、今回10連休とか言うけども、3日も休むと、ダメだそうですね、やっぱり。例えば2日とか3日休んだだけで、なんかもう仕事のことが頭に入っちゃ、なんか来ちゃって、落ち着かないそうですね。なんか、私もそうだよなと思って。私もね、そんな感じなんで、長期間の休みとかね、逆に耐えられないんですよね。なんか、もう悪い癖ですね。ね、ゆっくり休めるときは休めるんだよってね。そう思いながら、ちょっと温泉に湯治というんですかね。少し何日間か、ポケーっとするだけに行きたいなとか思っちゃう、なんか、矛盾してますよね。そんなもんです。ね、さて、今日はですね、今日のラッキーアイテムはですね、ウェットティッシュでございます。ちゃんと決めておいたんですよ。久しぶりに来たぞ、ウェットティッシュね。まあ、暑くなりましたね。暑くなりますし、やっぱりね、ウェットティッシュをちょっと携帯してるか、もしくは机の上に置いておくと、意外と便利なものでございますからね。揃えてというか、持ってみてはどうでしょうか。まあ、ある人もいますよね。で、昨日はですね、予告通り、ハンターキラーという映画をアマプラで見ましてね、面白かった。まあ、潜水艦の映画に外れはないなって思いましたね。まあ、これがね、このハンターキラー、潜水艦だけの物語じゃなくて、その周辺のね、地上での物語を結構進行していくんでね、おすすめでございますよ。次は何見ようかな。たまにね、こういう風になんか見たくなるんですよ。次何見ようかなーとかちょっとね、思ってるんですけどね。皆さんも。まあ、昨日のラッキーアイテムですけどね、映画とかね。ちょっと落ち着いて見てみてはどうでしょうか。さあ、連休中の方も、暦通りの方もね、月末月初ですからね、人によっては忙しいですよね。ね、業種によってやっぱりどんどん、結構ね、月末月初忙しい業種の方多いんじゃないですかね。ねえ、まあ無理しないようにね、ほんとね。この気温が変化が激しい時ってね、ダメージきますからね。何もさ、そんなこと言っててもさ、もう今年も半分近く終わってんだよ。3分の1終わったんだよ。ね。早いなぁ、ね。仮面ライダー、平成ライダー10年、早いなっていうようなね、なんかコピーありましたけど、昔。早いっすね。ほんとね。まあ、そのうち、もうすぐまたね、クリスマスの、やめとこう、もうその、悲しくなるからね。でもきっとライブやるんだろうな、とか思いながらね。またね、お休みの方も、ゆっくり休んでいただいて、お仕事の方も、ご無理はしないようにね。ね、体休めながら、心も休めながらね、無理しないで頑張っていきましょう。それではまたお会いしましょうね。お花るこんでした。またね。